ーズデイ。こんばんはということで、こんな時間でみんな何やってんだいということでね、パチパチありがとうということでね、楽しみに待っててくれた人もいるんじゃないかなっていうねことで、まずはまずは自己紹介からいきたいと思うんで、いっちゃいましょうか。誰からいきますか。じゃあそらくんから。あ、これからね。はい、お願いします。あ、陸海空チャチャスカイ、どうも陸海空です。イエーイ、よいしょ。じゃあ俺いいですか。いっちゃいましょう。ガンダムヒデピョンでーす。よいしょー。いきます。夜空を通す魅惑の月、変身変身。どうも水木でーす。よいしょー。いいね、安定感ある。よし、もっといけ。安定がありますね。よし、今日から、鼻の中にニキビができてとても痛いです。もっと嫌です。よろしくお願いします。ニキビくんです。よいしょ。ニキビ一番痛いんだから。いや、ニキビくんとね、みんなで送っていこうかなっていう感じで。ひよちばっせ、お疲れ様、ありがとう。イエーイ。そらくんもだけどね、お疲れぴょんぴょん。おめでとう。おめでとう。水木さん今日かっこいいって。いつもじゃ。すいません、ちょっとうざいですということで、あのね、今日フリートークという形でね、いろいろお話進めていこうかなと思うんで、まあフリートークなんで、何を話そうかなっていう感じなんだけど、本当何も書いてないんだよね、ノート。とりあえず乾杯しよう。とりあえず乾杯しよう。よっしゃ、みんなグラスを注げよ。いつものやろ、いつもの、いつものやろ。ルミナスティ、いつもの、いくよ。はい、ボンジョビー、よーよー、ゴルゴレー、ボンジョビー、グモンダラ、よいしょ、グモンダラ、チアス、よいしょ、チアス。あ、美味しいね。今私たち白湯飲んでますということで。はい、酔っ払った自分話そう。酔っ払った自分、今日酔っ払ってるから。確かに、うん、ね、酔っ払った酔っ払ったらどうなるの、みんな。なんか挙手でも何でもいいし、まあ、酔っ払った時の自分をこうみんなにさらけ出そうよっていう感じで。うん、あ、あります。あ、いいです。はい、まあなんだろうな、とにかく口数は増える方かな。ああ、よう喋るってことですか。もうなんだろう、逆にろれつが回る。ああ、逆に、ね、え、今酔ってるんですか。かなり酔ってるね。おお、今日はめちゃくちゃ酔ってる。すごい、目力がすげえ。マジでハイパー酔ってる。おお、すごい、ハイブリッド水木。はい、すいません。はい、ありがとうございます。はい、よいしょ。すいません、シーンはやめてねということでね、決め顔やめとかハイブリッドって来てるんだね。え、結構みんな割と酔ってるんじゃないですか。酔ってる。いや、シラフ顔の癖顔の癖がすげえ。違う、え、もっちゃやは、あ、そっか、お酒飲んだからね、もうベロベロや。そっか、元や飲まないからね、お酒はね。飲まないとの、飲まないのか、飲めないの、飲まないの、どっちなの。飲んだことないで、本当に。そう、元やはね、まだすごい年齢が多分分かるから、これ大人っぽいでしょ。すごい若くてまだお酒飲めないからね。うん、19なんでね、本当に。え、でもこのお酒、女子高生、え、このお酒飲みたいとかないの、なんかある。何？お、何？ディタ。本当飲んでんじゃないよ。本当飲んでんじゃないよ。うぜえ、今の飲んでんじゃないよ。何がディタだよ。ディタ一番好きなお酒聞きたいな、俺。ああ、気になる。一番それぞれありますもんね、やっぱこれ飲み。え、そらくん何なん？え、俺カロリ。ああ、かわいい系で見えるんだね。ああ、そうなんや。俺ミルクティー割りだね。うん、あ、一生飲んでるわ。ミルクティー割り一生飲んでますね、本当に。はい、確かに。ミルクティー飲まない。テキーラ。テキーラということで。あ、まあ、昨日。酒をくれ。酒をくれってことなんですけどね。テキーラ好きなんですか。テキーラ大好きだね。じゃあ次回水木さんに会った人はテキーラをね、あげてもらえれば嬉しい。あ、それはお願いします。深夜の流れらしいね。ヒーデピョン、水木くん、水木くん。アルチュー万歳ということでね。アルチューでやったことある人いる？こん中に。マジきついからね。俺なったことないけど。うん。ってことで、まあね、もうね。難しいねってことで、させてやろうかということなんだけどね、本当にね。まあ酔っ払って失敗談とかじゃ結構あるんですけど。まあ、キロン。まあ、いや、コメントでいいか。まあ、キロンって、うまいこと言えてねえかんな、ってことで。すり傷に。まあ、キロン。本当に。え、そんなお酒に合う一番のおつまみとかなんかあります？みんな。
これにはこれ、俺ミルクティー割りだから、例えば俺だったらあのチョコレート、あー、まあ、ミルクティー割りだったらそうだね、一生食べれる。じゃあバレンタインデー結構もらった。バレンタインデーはゼロ個です。ゼロ個ですっていう感じなんだけどね、本当にくれた人ありがとうございますということで、はい、なんかない、みんなそのおすすめのつまみ、まあ今ね、多分これ見てる人もお酒飲みながらいるんで、あ、それもそうですね、うん、チョコそんなもらったかそこまで行きますそこまで行きます。いやでもベビーチョコだったから、もう個数で言ったら半端ないよ、300個ぐらい、わかる、ベビーチョコ、うん、チョコベビーか、チョコベビー、チョコベビー、チョコベビー、いいですね。チョコベビーとお酒が合うんですか。チョコベビーっていうチョコがあるね。へえ、そんなあるの。いや、アポロチョコと、アポロチョコしますよ、ね、こういうやつでしょ、アポロポロポロ、アポロザキって知らない。その瞬間あるんですか。私はマーブルマーブル役者、カモンベイビーチョコベイビー、知らない、知らない、知らないですけど、なんか食べてみたいなと思った。あ、知ってる人もいるんだね。知ってる人は知ってるってことで、これが歌いホストっていうことでね、本当に水田歌えばいいからね。そうだね、あ、そうなんだ、本当にありがとうございますよ。いや、そういう感じの美味しいチョコね。あー何、酒に合うつまみだよね。酒に合うつまみ、逆に聞きたい、リスナーさんに、みんな飲むとき何食べんの。うん、まあみんなもそうっすね、食べない、てか食べたら飲めない人いっぱいいるもんね。空手振って、空手、空手、いやあいあいあい、違うだろ手振ってんじゃない。えいや、そういや、うん、空手振ってる、あ、空手振ってる、すいません、空手振ったってっていうことでね、チーズイエーイってことでね、食べないで飲み続ける、あ、食べないで飲み続けるんだ。かやっぱけ、あ、そうなんだ、なんか聞きたいですね、美咲さんタイプね。あー、なるほどね、それ悪いしそう、食べる食べる、やっぱ食べながら飲むのが一番いいよね。あ、居酒屋さんとかやっぱこの仕事するとあんま行かなくなるけど、なんか行きたいもん、普通に。そう、磯丸水産、あ、ね、あ、磯丸水産とかやっぱ行きたい。磯丸、カニ食べたい、行ったことないよ、あ、いい、カニ食べたい、行ったことないの、行ったことない、行ったことない、なんかそういう、連れてってあげる、行きたい、ちょっと待って、なんかお前に言われてる、もっとやったらいいだったけど、そう、カニ食いたいね。じゃあ、カニ美味しいね。我々のちょっと思う最後のおつまみ、ちょっと言ってこうよ、発表して。あ、俺先行っていいですか。はい、じゃあ大学生なんで、まあお先ちょっと飲むっちゃ飲むんですけど、やっぱお金がないんで、やっぱ氷結とか買って割って飲むみたいな、可愛い飲み方してるんですけど、その時にやっぱ焼いた、スルメ、マヨネーズ、唐辛子みたいな。大学生なんで飲むの、手出して逮捕、はーい、逮捕したんだ、はい、チーン、はい、チーン、はい、で、え、みずきさん何かあります？歌舞伎町交番で待ってます。俺、なんだろう、うん、まあ、これはもう、はい、結構、なんだろう、知ってる人は知ってると思うけど、はい、日本酒好きだったらね、梅水晶とか、わかるかな。いや、渋い、まあ、渋い、まあ、渋いね、誰も知らん、梅水晶、俺も知らんす、何それ、梅水晶っていうのがあるんですか。超うまいね、美味しいんだ、くそ強い、やばい、もうよだれ出てくる、あ、お腹空いてきますね、こんにちは言ってるとね、で、ひでちゃんは、いや、俺チョコ、ミルクティー割りだから、あ、うん、あ、とりあえず俺ミルクティー割り飲ませとけばすごい静かになるから、あ、うん、なんかちゃんとする、うん、うわーってなんだか、ね、うまいね、うん、え、そらくなんかある。俺ねー、そら豆だろ、よ、知ってんだよ、シャの軟骨美味しそう、 あ、そういう感じで言っちゃう、うん、あ、そういう感じで言っちゃう、そら豆だろ、肉だね、がっつりやね、じゃあ焼肉食べながら、ね、あれ、お寿司じゃねえ、焼きたまらんね、うそやん、マジ、飯を食いながらの酒の方が好き俺、すぐ酔っちゃうけどね、やっぱり肉食べながらお酒飲むと太るよとか言わないの、相撲さんやん、デブだから、もうデブだからいいの、うん、でも気痩せタイプだよね多分、でも見てる人、初めて見てる人ね、初見さんとか結構今日もいるんだろうけど、うん、あれわかんないっしょ、何まるでデブみたいな、いや、言うと、いや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 、まるでまるでデブよ、まるでよ、ダークサイド、ダークサイドクロニクルが出てる、いいじゃん、顔がかっこいいんだから、まるでデブやん、すごい大きいけどね、大きい人喋ってますっていうことなんだけどね、超話変わっていい、超話変わっていい、イケメンだから大丈夫とか来とうよ、ほら、そうそう、ほら顔がかっこいいから優しい、どんどん優しい、マリアに予約しとく、じゃあ行ってくださいということでね、143かな、入ってくださいということで、全然話変わっていいですか、はい、もうフリートークだから俺が聞きたいことみんなに適当に聞くんだけど、うん、趣味、趣味の話よ、趣味、あー、え、何、え、趣味、え、大丈夫、いや、やばい、やばい、大丈夫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 、
なんかいろいろやるんだよね、もっちゃんとか、うん、スポーツとかさ、そうそう、ね、サッカー、柔道、少林寺やってて、うん、アクティブなことが好きだから、うん、去年は2回ヒッチハイクとかしてた、うん、すごいよね、だって外人日本一周とかするとよ、元や外人やん、めっちゃすごいやろ、日本一周ヒッチハイクでウェイって、お、待って何、あ、びっくりした、俺の本名流れてるかと思った、あ、なるほどね、本名なんていうの、え、言わないよ言わないよ、うかちのお母さんの名前はみちこって言いますけど、みちこ、ビスケットみちこ、大丈夫っしょ、別にビスケットみちこ、いい人ばっかだから、うん、ビスケットみちこ、よいしょ、みちこ、え、でこれお母さんの名前発表会、これお母さんの名前発表会、あ、いいですね、何それ、あ、そうですね、水木さん落ちて大丈夫ですか、え、そらは、俺のお母さんの名前、いくよ、いくよ、いくよ、くるバカにしてんじゃないよ、いくよ、行きましょう行きましょう、ゲットゲットゲット、誰が飲むんだよ、誰が飲むんだよ、え、行くよって言うと、行くよ、行くよ、すげえな、うちナオミ、ナオミ、ナオミ、なら、なんだ、ナオミ、やれよ、なんかきついわ、ナオミ、ナオミじゃないね、そう、ナオミインティライミって呼んでる、近くある、あ、みさ、あ、水木さんのは母親恵子、水木さんは、あ、いいっすわ、行こう、行こう、もうこれ分かってる、親父の、もう分かってる、ホシジ妹のサリカおかんのチャルアイということでね、お母さんはチャルアイということで、お母さんチャルアイなんじゃ、そうです、知らなかったでしょ、多分知ってる人いる、チャルアイだぜ、絶対かぶんねえだろ、チャルアイはかぶんねえ、チャルアイって誰、え、水木さんのお母さんの名前、あ、チャルアイ、そう、チャンディチャルアイ、知ってる、あ、知ってる人も見てくれてる、知らない人は覚えてる、嬉しいね、本名なの、そっち系、本名だよ、かっこいい、水木さんの本名確かに気になる、お母さんチャルアイだったやめれやばい、長そう、こんぐらいありそう、ガンブルドアン、まあ、あの外人だよ、イケボ、イケボ、本名、あの、タイで の、 あの名前も一応あるっちゃ、うん、え、あるんすか、あるっちゃあるんだけど、それは言っちゃダメなんすか、あ、ちょっと個人的に言いたくない。めっちゃ気になる。サワディなんとかみたいな。やめろ。サワディボットミスみたいな。サワディかー。やば。めっちゃ気になるね。じゃあこれも会いに来た時に、もしくはね、水木さんツイッターやってるから本名教えてて DM 送って。あ、それはどうだね。そう。今日あれなんですよ。珍しく、うん、前回まで載せてなかったこの。今こうツイッター ID とかも載せてるから。おお。俺鍵垢じゃない人もいるから全然ペペー言うてペペー見てもらったら、うん、ツイキャスとかもやったりしてるからペペー言うて見てもらった。え、ペペーはどうやって見たらいいんですか。誰と思ってんだ。斉藤さん。ペッってことでこういう感じやってますね。ありがとうございます。本当にフリートークだとこうやって適当な感じなんだけどね。結構だ。このいろいろ見てる人たちをね、こう知りたいっていうことで。ペペペペ。すごいから。フリートークね、ならではのもうね、方向性一瞬見失いかけてまた戻ろうとね、そうそう、でもそこは仲いいからこそできるな、小池てぺすいません、ということでおデブちゃん一回 CM 行くからね、はい、みんなで行こう、はいはい、みんなで行こう、 CM 行くの、 CM 行っちゃうの、 CM 行っちゃうの、CM 先輩、なんだ、どうしても売りたいんです、でもなかなかうまくいかなくて、お前らロミジュリのシステム知ってるか、だから頑張れば売れるんだよ、絶対売れます、一生ついてきます、お前らやっぱりロミジュリだ、これは俺がやりたいと思いますので、はい、いいですか、じゃあ肉まんの中に肉なーい、はい、これなーに、3、2、1、まんまんはいいんだけど3秒返せ、まんすいません、ちょっとどうぞ、はい、パクリも笑う、パクリじゃないです、ホスは初回で送り取りに来ますか、いきなり松の、うん、ちょっと後で拾います、ということで、はい、見てください、皆さんここに見えますか、
今日ね、もうえ、LINE ID 載せてて、あ、LINE ID じゃない、Twitter の ID か載せてるにもかかわらず、誰だ遅刻したやつ来なかった。そうだ、誰だ遅刻したやつ、さっきまでいなかったよね。今見てる人は分かんないと思う。そうだよ、うん、ちょっと謝ってもらっていいですか、怒ってる人いるの。すいませんでした。ちゃんとちょっと言えません、ちゃんと、すいませんでした。ちゃんとおお謝っていいですか、そうでした。ちゃんとだよ。いや、そうでした。お前、俺が MC。切れてんですか、何切れてんですか、切れてんだよ。何じゃねえかよ、別に。最近流行ってんだろ、炎上商法。最近流行ってんだろ。皆さん、あの、ね、いるだろ、アンチの、アンチのコメントに関しては、彼にね、DM で送ってあげてくださいって言われて。イェーイ、なぎさんです。イェーイ、神谷マンジレイさんです。アムロレイさんです。よいしょ。よいしょ、神谷マンジレイ。よいしょ。ということで、まぁ、ジェーク・ジオということで、5人で放送していこうかなって感じで、ね、裸の秀吉抱いて写真撮ってやるわそれはやめてくださいってことで、はい、あの今日は遅刻したんで正座しながら放送するんですけど、はいよいしょ、誰よりも座高が高いということで、はい、足が短いけど、ね、はい、じゃあ次のトークタイムいきましょう。っていうかね、個人的にもこれフリートークなんで、まあ、最近の夢の話でもします。何がいいですか。おもんないやん、それ絶対違う面白くないとかじゃない。俺らが仲いいのがいかにこのそうね、なんつうの、こう伝わるか。初見さんいらっしゃい、いえ初見です、うるさい、追加じゃねえよ、追加じゃねえぞ、これ水木さんの中でも好き、いいですね。あ、ありがとうございます。あ、水木さんも今日全体的に黒、ね、今日全体的に黒、ね、あ、確かに黒。俺と水木さんなんか左右対称なんかね、うん、ここね、あ、ね、うるさい、悪だ、マジで結構ガヤ、いいだろ、うるさくって何なんだよ。誰だよ。俺だよ。誰だよ。小島だよ。小島さん、小島だよ。早くやれ。もてやって呼んでるって言ったて。ということでね、まあね、本当にもう結構話しちゃったんだけどね、まああと5分ぐらいかな、あのね、フリートークで行こうかなって感じなんだけど、うん、ちょっともう一回ゆっくり喋ってもらっていいの。博多弁やからなんて言うかわからんやったり、ごめんね、ごめんね、追記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 なんだけどね、知らねえだろお前、追記って言ってっけどお前知らねえだろお前、追記ってどういう、誰が最初に言ったか知らねえだろお前、ズルハーだよお前、ズルハー知らねえだろお前、誰だよズルハーだよお前、誰だよズルハー、うだっけだっけ、知らねえだろお前、うなしいって言うだろ、誰だ、ボリューム控えめで追記、じゃあボリューム大きくちょっと下げて、ボリューム控えめだよこれは、喧嘩して中お試しかだよこれはもう、どれお前、何ロミオチューズデーってお前お試しかねえよ、これほんとに一緒ね、 MC さん頑張ってください、秀吉さん圧倒されてるからね、でもフリートークだからねということでね、もては最近レイさんになんか不満溜まってるやつあれ言ったらいっぱいいんだろ、いっぱいだろ、さっき俺調子乗ってから調子乗っちゃってっつって、お前最近レイさんに不満溜まってんだろ、いいんだろ言ったれ、まあ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 、クソメガネ、クソメガネ言っとけお前、言ったれ言ったれ、クソメガネお前、やれやれやれ、おい危ねえ、出そうになった俺が、危ねえ、いやいやいや、喧嘩しないの、喧嘩しないの、やだやだやだ、最近ね、うちの神谷レイさんはね、まあ、ちょっとね、まあまあまあ、上げてきた売り上げを、ね、上げてるからって、ね、上げてねえよ、やっぱね、あの俺のことを買いなってくれない、他の人は可愛がってるね、そういう傾向にあるんだ、寂しい、なんでそう思うか言ってみよお前、なんで可愛がってないと思うの、言ってみよお前、言え言え言え、殴れ殴れ、お前俺全部言ってるよお前、営業の書き方とかも全部教えてるぞ、まあ、まあ、可愛がってもらえてる時期にやっぱ売り上げ上げれなかったっていうのがでかいかなと思います、言え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 、そうなんですよ、まあ俺も水木さんやから、俺もいっぱい持ってることある、いっちゃいっちゃれいっちゃれやおい、え、喧嘩やめ、あぶねこいつ、喧嘩やめよ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえよ、あぶねえ、俺の膝が動くとこだった、ホストって言葉で勝負せよお前、でもやっぱこうやってやん、ほんとにいいこと言ってよ、出てみ、もうなんつこっち見んな、ほんとにこっち見んな、こっち見んなお前、もうなんか喧嘩やめろ、喋れ、もうこっち、最近全然でも関係ない、ほんとにもうほんとに、あのほんとになんかいつも優しかったので、最近優しくねえからうぜうぜえなって、なんかあります、俺に、うん、いや、うん、うざい、うん、違う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 、もういいや、ねえ、どうしよう、あの、そういう感じで、これ、あの、これ、こういう、あれじゃないの、本当にねえ、フォローし合うけど、膝動いてなかったおじいちゃんですよ、誰の膝がおじいちゃんって、お、膝神様、膝神様、膝神様、膝の神が今舞い降りた、ということで、よっしゃ、ありがとうございます、おじいちゃんこっちみんなということでね、はい、じゃあ次のトークテーマ行こう、あー、俺さっき、あー、いっとこ、いっとこ、いっぱい来てるね、コメントも今日、うん、そうっすね、嬉しい、すごいね、うん、真ん中帰りな、真ん中帰りな、シンプルなの、いや、もう元やのアンチ欲しいよね、いや、元やの、もうね、これ愛されキャラですよ、でも見てくれてる人優しいですよ、でも草しか生やしてないやみんな、あー、なめなめなめ、わらわらわら、わら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 、そっちゃそっちゃ、わらもんそんなもんや、そんなもんや、うん、よっしゃ、
ということでね、通販やめ、通販を通販されね、ベリシャの暗示しか分からないんですよ。なんでビスケットなの、なんでビスケットなの、え、なんかくっせ、くっせからくっせからビスケット、ビスケットは臭くないよ。え、まあ、これは俺の尊敬してる一番、うちのナンバーワンの先輩に名前くださいみたいな、名前しかないんで名字くださいみたいな、うん、言ったら、なんでビスケットなの、うん、だな、そうだ、あ、今話してる、そうそう、だから、その先輩が、のなんか、まあ、俺はその人の名前くれると思ったの、まあ、ヒイラギっていう名前もらえると思ったの、ヒイラギ元やってなると思ったの、うん、そしたら選ばれたのがビスケットでした、うん、選ばれたのはビスケットでした、はい、グイグイ、イエイグイグイ、はい、イエーイ、はいはいはい、みんなの前から選んだ、はい、じゃあ好きな先輩からつけてもらったのがビスケットやから、うん、ビスケット、でもまあ好きな先輩めっちゃいるやんけ、でも最近ビスケット持ってないよね、ね、確かに、うん、あれ受けねえんだもん、意外と受けないんだ、うん、当時、え、最初は持っとったんやん、持ってた、初回とかビスケット配ってたんだけど、あ、配ってたね、え、受けよかったとそれ、いやなんかね、最初、まあ、受けは最初よかったんだけど、だんだん初回とかでこう下げ物するときに、うん、俺キッチンにいるとビスケット下がってくるわけよ、うん、あー、もう手つけてないやつ、悲しいなー、まあでも、まあ、きつい、俺から言わせてもらったらそんなレベルじゃ炎上はせえへんよね、それはきつい、ね、やっぱり炎上、炎上させたい、うん、そいつどういつながらビスケットに対する愛、そだから俺新しい宣材写真撮り行こうと思ってて、うんうんうん、あそろそろ髪も伸びてきたし、うん、思ってて、うん、秀吉にちょっとオファーしてるんだな、え、そうっすね、裸で一緒に写ってくれないかって逆にいやいやだからあれ毛がやべえよ、毛は剃って、うん、俺の毛がやばい、某え、エルテンさんのね、まあまあ、そう、あの人は裸の女性を抱いています、うん、ね、やめて、じゃ裸の男性抱いたらどうなんねんと、あー確かに、え、でも待って、それは、うん、お前のケツに俺指バッと突っ込んでる、ガッツ突っ込んでフリとかならええ、ガッツってこうやって取ってるからちゃんと、いや、ほんとガッツ、いや、俺ちょっと毛大丈夫だな、え、見たい、それは見たい、え、むしろやっとる、え、これはでも、え、これは今ちょっと光りないよ、え、正直な話、うん、俺今勝手に思いついたやつ今バッと喋ったけど、うん、マジでやろうと思った今、え、怖い怖い怖い、ソースから消されるわ、本当にやった方がいいよ、でもそれで写真集入るならちょっと俺もやろうかな、うん、裸の男性を抱いてるってこいつ言うてケツピリッ、え、超えてきたぞみたいな、夢になるかも、ガッてやって持ち上げて、ねえさきておもろいよね、俺が死んじゃう、ねえさきて、俺が死んじゃうってことね、俺が死んじゃうよって、違う人の名前出さない、俺開拓されてないんですけどって感じ、いやだから秀吉を、秀吉を抱くか元谷を抱くか最終的な候補が亮ちゃんを抱くかのどっちか、あー、違う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 、とりあえず抱きたいな、とりあえず抱きたいよね、だから亮ちゃんは亮ちゃんと一緒に写真撮るけどちょっと臭いの我慢するけどね、あーなるほどですね、ちょっとすごいな、言いますね、今回はすごいな、これはちむちだ、でも元やリアルだよ、リアルやリアルだよ、そんなもうだってリアルゲイじゃん、リアルゲイじゃん、でもちょっと水木さんが焼いてるけどね、あーでもいよいよそうなったら俺のあだ名はサイコパスになるけどね、いやいやほんとやばいっすよ、え、でも見たい人がいるんだったら、まあ俺の穴がほんとやばいよねっていう、全部やだやだやだよね、穴え、リアルにレイさん抱かれるなら誰がですか、あ、こん中で従業員こん中で、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 ごめん、全員無理、さっきなし、さっき、え、全員無理、全員無理、こん中で、こん中で、何、俺が抱かれる、じゃあ、はい、俺ら、はい、わかりました、あ、抱かないですね、じゃあ、俺らの一人を抱かないと、はい、自分は死にます、爪一枚ずつ剥がされて殺されます、はい、怖い、痛い、でも、一人をこん中で抱けばあなたは死にません、はい、さて、誰を抱く、じゃあ死ぬわ、死ぬを選択じゃあ死ぬわ、まあ、俺は来元やわ、元やわ俺、うん、来世に来たい、俺もさっきからちょくちょく言ってますけど俺ソラ君ちょっと待って待って、え、何こう、そういうのじゃない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 、え、ガチやん、え、ガチやん、お前マジじゃん今、だってソラ君好きだもん俺、告白しろよえ、こ、え、告白、ちょっと俺ら一回吐けよ、うん、え、なんか、ちょっと二人で、いや大丈夫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 、いい、大丈夫大丈夫大丈夫、いいえって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 本気のやつな、えってえってあ、な、本当に女の子とかに今までしてきた告白で、それ行こう、そらくん、バレンタインでチョコ食べてくれた、え、俺、もらってないよ、チューしよう、わかんないね、もうおかしいおかしい、ね、あのもうね、あのチューしないと終わらない空気になってるんでね、もう本当にもう、なんだよ、言ってみろよ、おい、なんだよ、なんだよ、言ってみろよ、いや無理無理、あー終わっちゃった無理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 
え、待って待って、マジ元やキモいってなって、やばい。ごめん、ソラクのファンに謝る。でもしてないからごめん、あのこれじゃ、よっしゃ、じゃマジでこれじゃったら放送所かやから、ね、確かにバンクやっちゃう。はい、はーい、ありがとうございます。ソタクちゃんよりすごいことになるからこれ。ほんとにガチで寂しそうじゃないからやめなさいよ。ほらだって元へのケツめっちゃ、あ、やめとこう。で、あの、ここで、あの、ここで、あの、トランスジェンダーを発表。トランスジェンダー、ここでトランスジェンダー、ここでトランスジェンダーを告白っていうことですか。てかさ、トランスジェンダー、水木さんはルミナスで誰が好きですか。あ、代表だよ、代表だよ。いいねー、巻いてごらん、自然と男は寄ってくるから。ララ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 ラ、35億、あと5000万人。大丈夫、これで、はい、細胞レベルで恋してる。すいません、ちょ、今のやりすぎ、お前やった、やめ、やりすぎ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 。ひでちゃん誰なの、この、え、この中だったら俺全然なぎさ、うん、少しよ。全然なぎさん、なぎさんって誰、なぎさんって誰、あ、レイさん、レイさん、え、誰、なぎさん、見てこの綺麗な顔。え、ちょっとごめんね、どうでもいい、どうでもいい話していい。ツイッター ID 乗っけたからちょっとね。それ後で言うから、ほんと欲張りだから。欲張り、宣伝しに来たのか、宣伝しに来たのか。何がその番宣のアイドル、そろそろ、あ、やばい、てか5分前ということで、けだけど、あの告知だけさせていただきます。告知、はい、だけ、いい、いい、聞いてて、これ今初見さんとかマジ大事だから。はい、ということで、お試しか今ね、ルミナチューズ、ルミナス3のね、このね、仲いい5人であの放送したんですけども、あんまよくないけど、ね、まずまずね、初回で来た時にね、まあ、初見さんとかがね、もし遊びに来たっていう時は、まずサービスショット。サービスプレゼント、イエーイ。ちょっとお尻出したりとかするやつ、まあ一発でクイッて酔っ払いたい人いたら、あのテキーラ、イエガーとかね、そういうショット系のドリンク、ね、通常今まではサービスで出してなかったけども、ショットグラスね、あ、ショット系でペッて一回パンツラとかそっち系かと思って、まあ飲めなかったら俺らにくださいということで、まあサービスなんでね、まあそれくださいということで、はい、もらいます。そして未成年の方もね、見てくれてるということで、まあ初回料金3000円のところ2000円でやらせていただきますと、まあ金銭的メリットあるんでね、でもそれ以上のサービスおもてなしはできるかなということで、うん、ぜひともよろしくお願いします。そしてそして、ここツイッターの ID 載せてるんで、皆様よかったらフォローを通してもらえれば、どしどしツイキャスとかも中にはこのメンバーやってたりするんで、ね、まあ見てくださいということで、毎日やってる人とかもいるんでね、あとアフターパートも見てください。はい、ということで、そして俺とソラ君、今月バースデー好きだったということで、まだまだルミナスティ今月盛り上がってるぜということでね、もう初回でも何でもいいですと、もう来た際は俺らみんなぶち上げてやろうっていう感じなんで、入ってもお時間ある方はね、ペペペペペ言うてルミナス星に、あ、ペペペペ言うて来てもらったら嬉しいですということで、今日もみんなありがとうございます。ペッということでね、みんなありがとうということでね、あと10秒あるよ、9、8、もたやな、100もっ、みんなありがとうね、やっぱりドムならルミナス星、よいしょ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。